千葉県富津市の海岸は潮干狩りを楽しむ多くの家族連れなどでにぎわっています。海岸には時折強い日差しが当たり、訪れた人たちは汗を拭きながら熊手やシャベルを引いています。砂の中からお目当てのアサリが姿を現すと網いっぱいに詰め込んでいました。今年のアサリは身が引き締まって美味しいということです。連休中は連日1万人以上の人が訪れるということです。